中村さん、よろしくお願いします。お願いします。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。今の気持ちを教えてください。なんかとてもやっぱり嬉しいです、勝てたので。この決勝戦で2ゴール決めました。ゴールいかがでした？いや、もう本当にボールが良くて合わせるだけだったので本当に良かったです。中村さんのサッカーの得意なプレーっていうのはどういったふうに自分で思ってますか？得意なプレーはやっぱり高さがあるところと背負ってプレーができるところと、とかターンとかシュートが得意です。決勝戦勝ったことによって次は近畿選手権、勝てばその先とつながっていきます。今後どういった活躍をしていきたいか教えてください。近畿大会に出ても勝ち続けて、その全国へつながるようにプレーしていきたいです。で、最後に今日まあ無観客でしたけども、こうインターネットとかで応援をしてくれている方に、メッセージをいただけますか？メッセージですか？先輩の振りはそこまで気にしなくても大丈夫ですよ。まあ、ここの会場に来れてない人たちもいるので、その分勝てたことは本当に良かったと思います。じゃあ次も頑張ってください。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。